コブラ、ラッドスピードワンレングスシリーズご紹介したいと思います。コブラのワンレングスアイアン、ラッドスピードですけれど、ラッドスピード、今回のアイアンも、通常の長さ、通常レングスバージョンとワンレングスバージョンと2種類、コブラさんの方が発表をして発売をしています。この、アイアン、ラッドスピードのアイアンの機能はラッドスピードアイアンの動画でご説明をするとして、今回はこのワンレングスっていうこのクラブのコンセプトについてちょっとお話を、お話をっていうか僕の意見というかさせていただきたいなと思います。知らない方もいらっしゃると思うので、全て7番アイアンと同じ長さで、設計をされているというのがこのワンレングスアイアンの特徴になります。コブラさん契約のデシャンボーという選手、ブライソン・デシャンボーかな、彼は全米アマもそれで勝って、その後プロ転向して、もちろんプロでも優勝して、最近ではものすごい飛ばし屋になっているということで注目を浴びてますけれど、彼がアイアンを同じ長さに揃えているっていうことが、話題になっているので、コブラさんとしても、契約選手がそういうことをしているのであれば、いわゆる市販をしようということになったと思うんですけれど、実際そのゴルフを始めた方がやはり最初にこうぶつかる壁っていうのが、アイアンが番手によって長さが違う、そして長くなればなるほどロフトが立っていけばいくほどボールをうまく打つことが難しいっていうことがあると思うんですね。でそこでそのデシャンボーの考え方では、1本の長さのクラブを練習すれば、あとは番手によって角度が変わるだけなので飛ぶ距離が変わるのではないかということで、ワンレングスを採用しているそうです。でアプローチ苦手な方って、その前かがみになった状態でこううまく体を使うのが難しくて、手を使いすぎてしまったりとかしてざっくりしたりトップしたりなんていう方がいらっしゃるんですけれど、7番アイアンの長さでアプローチをすると、意外や意外トップとかダフリーが少なくて普通にアプローチできるってことにも気がついて、もしかしたらこれはゴルフをこれから始める方なんかにとってみたら一つの新しい発想としてはありなんじゃないのかなと今思うようになっています。でワンレグスアイアン、もちろん長さは、アイアンでセットで同じなんですけれど、コブラさんはですね、何を隠そうユーティリティもアイアンと同じ長さで発売をしてくれています。普通の長さのユーティリティと比べてみると結構面白いんですけれど、普通の長さのいわゆるこれがコブララッドスピードユーティリティなんですけれど、分かりますかね、地面にポンって置くとこんなに長さが違うんです。なのでこのラッドスピードのアイアンと組み合わせることによって、同じスイングでアイアンもユーティリティも同じで打てる、これって結構革新的なことだな。ゴルフのその世界においては今までやっぱずっとこう番手によって長さが違うって結構当たり前で、100年以上そういう時代が続いたので、こういう発想でどん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 進化していくのかなっていう感じがするので、その一つの方法としてこのワンレングスっていうのはちょっと試していただきたいなと思います。